ボード好きですよね。うん、好きです ね。なんかあの物を限ってペンとか動くもすごい好きですし、読んでる新聞とかも好きですよね。好きです。なんか広げるとそこに来る。愛おしいですね。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテログループ。モフモフが恋しい季節ということで、猫を飼おうかな、家族に迎えたいなと思ってらっしゃる方多いのではないでしょうか。そんなあなたが猫を飼うのに向いてる人か向いてない人かを、認定 NPO 法人愛媛犬猫への会の高岸千春さんに伺います。向いてる人向いてない人っているんですか？いますね。あら、はい、はい、じゃあ教えてください。はい、まずは向いていない人のお話をさせてもらいます。どうだろう。はい、はい、猫アレルギーがある人、ドキ多いです。多いでしょ。私もそうなんです。あ、そうなんですか。めっちゃ重度のアレルギーで、はい、お薬を飲んでたんですがヨガをし始めたら治りました。本当に変わるもんだな。はいはい、はい、うん、よかった。ふみ、うん、さんみたいに猫がもね、いっぱい飼われてる方が猫アレルギーだったら大変ですからね。でもね、お薬もあるので、はい、ちゃんとだましだましいけてましたよ。おすすめするわけじゃないんですけど、まあ向いてないですよね。はい、はい、で次にペットを飼ったらダメなお家に住んでいる方。ああ、例えば、アパートなのに大家さんに隠れて飼うとか、あの隣の人が飼ってるからいいんですとか、ペット不可ってなってるのにもうみんな飼ってるからここのマンションの人大丈夫ですとか言われるんですよ。でもいつ出て行ってくださいって言われるか分かりませんので飼わないでください。質問、あのペットかマンションでも犬は OK やけど猫ダメっていうとこありません？まあまあ、あります。多いです、ね。はい、で猫を飼ってもよくっても1匹までとかね、はい、写真を見せてくださいとかね、厳しいところはきちんとしてます。それでもやっぱり猫を飼いたいときはちゃんと飼える、はい、場所を選んで住んでくださいってことですね。そうですね、お引越しをしていただければと思います。質問いいですか。今度引っ越すとこが猫が飼えないマンションなんだけど引き取ってくれませんか、犬猫の飼いさんはって言われたらどうしたら。あの当会には保護施設もありませんので、あの引き取りはしておりません。ご自分であの次の飼い主を見つけてください。
じゃあ続いて猫を飼うのに向いてない人は、はい、かわいそうだから不妊去勢はしませんと言ってどんどん増やす人、子供を子猫を産ませるのは自然で一回ぐらい産ませるのが幸せなんじゃっていう人がいるじゃないですか。います、はい、あなたがそれ全てを変えるんですかって言いたいです。でもし変えるにしても負担がかなり大きすぎますので。だいたい何匹ぐらい生まれるんですか。だいたい4匹から多くて6匹ぐらいいたりします。だいたい平均4匹ぐらい。4匹が生まれます、はいはい、でその4匹からまた4匹ずつ生まれますからね。ネズミ残式にこんな感じになりますよ、はいはい、最初のペアの時にお互い不妊手術と去勢手術をしていれば増えなかったものがねえ20匹ぐらいになってからあたふたするんですよ周りにも迷惑やし、はい、猫ちゃんにも迷惑やし自分も困りますから、もう最初にしてくださいということですね。はい、はい、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院、松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。で、外への出入りを自由にされる方、うちの子はもう外に出たがるからもう出すんですっていう人いるんですよ、はい、でもこれもやっぱり人間が諦めるからいけないんです、うん、出たい出たいってこうしても人間がダメって。でそれを半年間続けたら寝込む諦めてくるんですよ。でそれがそう2年続けたら猫がもう外が怖くなって出なくなる。これも本当にもう人間の方が諦めて、でもうしょうがないって、もう出ておきっていう風になるからダメなんで、そこは根気よくもうダメって、ダメはダメで通してほしいです。で外は危険がいっぱいです。例えば、はい、交通事故で死ぬ猫も本当に多いんです。松山の場合もう何年も前なんですけど、ちょっと調べてみたら殺処分される数より交通事故で亡くなっている猫の方が多かったんです。その数には私も本当にびっくりしたんですけど、殺処分数と交通事故で死ぬ子が同じなんてちょっと思わなかったので、まあ、そのぐらい本当に多いです。もう何千匹ってことですよね。はい、でなのでもう外は危険がいっぱいです。外は NG です。はい、で、はい、病気にもなります。エイズ白血病、猫エイズ、猫白血病ですけれど、人間にはうつりませんけど、やはり白血病は感染力が強いですので、それとどうしても発症すると早死にをしてしまいますから、せっかくね可愛がってる子が外に出て出入り自由にしといて病気になって帰ってきて、で短い命になってしまったっていうことになるととてもかわいそうで、後から後悔しても本当後悔先に立たずっていうことになりますので、オスは妊娠しないから去勢手術しなくていいっていう人もいるんですけれども、で外に出しちゃうね、はい、でオスこそが近所迷惑なので、妊娠こそしませんけれども、スプレーっていうくっさいおしっこみたいなのをもういろんなところに、自分のここは縄張りだということでテリトリーを広げるためにどんどんスプレーしていくんですよ。でこのスプレーの匂いでご近所からの苦情が来ます。でご近所トラブルを避けるためにもオスは去勢手術をぜひお願いしたいと思います。 100% 予防ができるというものではないんですけれども、まあ
90% 近くぐらいスプレーやめるようになりますので、これは絶対大切です。はい、あと悲しい命を増やさないためにもね、はい、女性は絶対、はい、外に出てノラちゃんのメス猫に妊娠さす場合があります。それ結構多いので、飼い猫が野良猫を増やしてますので気をつけてください。ください、出さないで。猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。毎日の食事の世話やトイレの掃除が面倒っていう方いますね。はい、はい、もうこのトイレにうんこがもりもりになっても気にならなくなっちゃってる人いません？います。もうおしっこで、セメントのように固まってるようなトイレで刺してる人います。おしっことうんちがもうぐちゃぐちゃになって固まってるんです。信じられない、はい、それ猫ちゃんかわいそうですよね。かわいそうです。猫は清潔好きですか、綺麗好きですからね、もうちゃんと掃除をしてあげないとダメです。1日何回ですか？1日に2回かな、朝と晩、うん、はい、ね、だいたい食事の後にトイレするからだいたい2回、はい、でまず気まぐれにトイレすることもありますので、うんちがあったらもう即片付ける。はい、掃除をしない人は NG です。はい、はい、それと毛が飛ぶのが嫌。あ、毛はもう気まぐれですから、はい、洗濯物に毛がつくのなんて考えられないっていう人はもう最初から買わない方がいいです。買わないでください、はい、つきまくります、はい。で、いたずらに腹が立つ。集めといたりとか、うん、ソファーに傷つけたり、はい、壁紙も剥ぐんじゃないのとか、うん、ですごい言われる方はもう猫を飼うの向いてません。向いてません。一言いいですか？はい、ソファーは爪研ぎです。ソファーは巨大な爪研ぎです。で、笑い飛ばせる人じゃないとダメですね。そうです、はい、わ、はい、かりました。はい、で、まあ、噛んだり、うん、猫パンチが許せない、もう傷つくのは嫌。あちこちにね、お互いこれこう、ね、見えます。私もあります、まあ、このぐらいの傷は傷のうちじゃない。傷のうちだねよ。で、笑い飛ばせる人じゃないとダメです。はい、はい。で、家族が反対してる人、あ、これはやっぱダメですか？やっぱダメですね。うん、まあ、お前がそういうのやったらもう買うかぐらいなお父さんは、猫がぴょんとお膝の上に乗ったらもういきなり猫ファンになるんですよ。そういうことが多いんですね。多いですね。 お父さんが反対してたのに今一番お父さんに懐いているとか、そういうことがあるので、まあそういう微笑ましい程度の反対意見だったらいいんですけど、まあもう絶対反対って言われた場合はもう無理をしないでください。質問、多数決で大人数が賛成してるからっていう場合はもうダメです。全員が賛成しないとダメです。はい、ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。松山市
市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。で、猫も今は20年生きますので、やっぱり20年先のことをちゃんと考えて、最後まで責任の取れる方にお願いします。私たち今30歳ですから、プラス20で50、まだ私たちは ねまだ大丈夫なんですが、はい、60とか70とか飼いたい気持ちは分かるんですけど、はいはいはい、ちょっとね、ちょっとね、うん、でも最近よく言われるんです、どっちが先行くか分かんないから諦めますって。あ、なるほど。言ってくださる方にはお話がしやすいです。そういう方はやっぱり10歳ぐらいの子を買ってもらえませんかっていうふうな、はい、進め方もしてます。姫猫さんでは大人猫ちゃんもいますからね、はいはい、お見合いいつでもできますので結構もらわれてるんですよ。あ、本当ですか。大人猫ちゃん、大人猫がいいですよ。落ち着いてますからね、はい、子猫こそいたずらしますからね、うんうん、ある程度落ち着いたらいたずらも少なくなります、ね、猫ちゃんを見とってから自分も召されるということですね、はいはいはい、やはり経済的に余裕のある方じゃないとお金かかります、うん、初診料が1500円ぐらいで、病院に行くたびに最新料が1000円で、飲みだに駆除が1500円で、血液検査っていうのが猫エイズ、猫白血病っていう病気があるんですけど、これは飼うに至ってはやはりしてた方がいいです。うん、で、これでエイズとか白血病っていうことが分かったとしても、発症しなかったらストレスを与えずに育てれば10年15年生きる子もいるんですよ、うん、確かに猫白血病の方がどうしても短命ではありますけど、うん、猫エイズは本当に10年15年生きてる子知ってますので、はいはい、ショックを受けずに、はい、大切に飼ってあげてほしいです、うん、ストレスをかけちゃいけないんだなってことが分かりますので、検査は一応してください。はいはい、で、今とても多いのが2匹目3匹目を考えてるっていう方多いんですよ、はい、でそういう2匹目を探しに来た里親希望者さんっていうの多いので、新しい猫を迎えるにあたっては先住猫ちゃんの血液検査も必要です。うん、で、でないと新しい子に病気を移す可能性がありますので、新しく受け入れる子の血液検査も必要ですけど、先住猫の検査もしてください、はい、でワクチンも最初の年は2回必要です。これだと7000円って書いてますが、はい、5種類の混合でだいたい7000円ぐらいです、うん、これも2回ですか初年度、はい、で6種とかもありますので、病院によっても違うんですよ、置いてるワクチンが、はい、ですのでちょっと病院に相談してもらって1回目、2回目打ってください、はい、でその後は毎年1回ですか。そうです、1年に1回で、はい、はい、分かりました。で、猫ちゃん、オスの去勢手術がだいたい1万5000円、はい、で、メスの不妊手術がだいたい2万5000円。これは生後どれくらいにすればいいんですか。オスは6ヶ月、はい、でメスは7ヶ月か8ヶ月後になります、うん、まあ、一生に1回でいいですからね。そうです、はいはい、で最近2匹一緒にもらってくださる方多いんですけど、オスとメスのペアを飼われた方は妊娠しちゃいますので、なのでもうオスの方が早くできますから、オスを早く手術してください。知らない間にね、妊娠してたら大変ですので、はい、その時期もちょっとかかりつけの動物病院の先生に相談なさってください。ということで、
まずお金に余裕がないとやっぱ猫ちゃんは飼えないことですね、はい、初年度だけでおいくらぐらいかかるんですか。はい、大体あのオスで、まあ、4万円近いですね。わお、はい、でメスで5万円近く、もう即いりますので、即5万円いります。はい、はい、ですのでやっぱりゆとりがないと。で猫ちゃんはワンちゃんに比べて年を取ってから病気になる確率が高いんですよ。もう腎不全で亡くなる子とても多いですし、で肝臓がね悪くなる子も多いので、はい、で10歳過ぎるとかなり病院通い多くなったりします。高齢猫になってからお金かかりますので、それをちょっと覚悟しておいていただいて、若いうちから猫ちゃん貯金をお願いします。猫ちゃん貯金っていくらぐらいしとけばいいんですか。いくらかかるでしょうね。最後だけで10万はいくなと思うんですけど。いやいや、そんなもんじゃないと思いますよ。最低で10万、うんうん、入院とか、ね、ですね、点滴とかしたりしますからね。入院費がだいたい一晩で4000円かかりますから、ね、10日で4万でしょ、うん、でそれにプラス薬代がつきますから、もう1回入院したらすごいことになります。経済的にゆとりがないと難しいですね、はい、動物を飼うということは、動物と一緒に暮らすということは。働くぞ日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫は飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、猫はマイペースです、はい、マイペースの猫に合わせられる人。犬みたいにいつもわーって来る猫ちゃんばっかりじゃないですからね、はい、ツーンとしてたまにデレーみたいな子もいます。そうなんです、ずっとツーンの子もいます、はい、なので甘えてきたらベタベタに甘やかせる人。ほう、でもキャットタワーの上に上がってもう放っておいてってなったらもう放っておいてください。ここでこうちょんちょんつついたりしない。でも怒ってる、怒ってますごめんなさい、はい、怒ってますね、はい、はもうそっとしてる、はい、できる人、はい、で何より猫に寛容な人、おおらかな気持ちで接するってことですね。そうです、そうです、はい、もう物を落として割ったりソファーを引っかかれても猫だから仕方がないって言って笑って許せる人、はい、うん、はい、全然怒らない人、怒らない、はい、ね、ヤマト動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。
保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。どんなに忙しくってパソコン売ってて、売ってる時にそこににゃんってパソコンのキーボードの上に座ってもダメよって優しく全部消去されても笑って許せる人、許せる人もうって言って許せる人あるある、はいはい、でそれを愛おしいと思う人、それは達人の域ですよでもあのまあ全部消去されたら腹立つと思いますけどキーボードの上で邪魔をするのは愛しくないですか、うん、しょうがないなって感じです。可愛くないですか、うん、可愛いでしょう。けどうわっと思うことありますキーボード好きですよね、うん、好きですね、うん、なんかあの物を限ってペンとか動くもすごい好きですし、うん、読んでる新聞とかも好きですよね。好きです。なんか広げるとそこに来る愛おしいですね。愛おしいですねはい、はい、で、猫の世話のために時間が作れる人、これもあの食事、トイレ、掃除、病院への通院、送り迎え、はい、連れていく、はいはいはい、これら全部時間の作れる人、はい、うん、まあ、あの犬に比べたら時間は少ないと思いますので、はい、このくらいのことはできないとダメですし、はい、はい、で、20年間の猫と一緒の生活を考えられる人。20年間か、まあ、私は30歳ですから、はい、十分ですよね、はい、ただ60歳とかになるとちょっとね、考えますわね。そう、あの、うん、車の運転をして通院できるかなとかね。85歳になって運転ちょっとね、うん、免許返しちゃってるかもしれない。そう、うん、そうかもしれないので、うん、まあそのあたりのこともちゃんとね、あの息子さん子供さんがいらっしゃるような方で連れて行ってくれる人がご家族にいるというような方だったらいいですけどね。我々天涯孤独ですから一緒にしないでください飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てねー。